は2009年日本とカナダの国交樹立80周年に親善大使に任命されました。また地元東北の震災後は積極的なボランティア活動でも知られ、東北観光親善大使のほか日本の復興発信士絆大使も務め、まさに日本とカナダの架け橋と呼ぶにふさわしいバンドです。